行きます。おお、かっこよ。これも多分エモート。これ武器？あ、これ武器だ。えぐ、なに、え、他は、他のエモート、他の攻撃は、え、なんだ、他の攻撃ないの。待って、なに、待って待って、ちょ、止めちゃったけど、なんだこのラマ。あ、やっぱこれ、おい、僕予想当たってたって。呪術廻戦コラボの予想、これほら、え、僕やばくない、これ予想当てたよ。嘘だ、おい、挙式紫、えぐい、やばいこれ、え、これやばすぎない、え、ちょっと待って、領域展開使うで。領域展開は多分ないけど、来い来い、なんだ、はい、おお、背景変わってる。で、アイテムショップ行くよ。スリーツーワン、ゴー。おー、背景、ゴー、五条悟、藤黒もいる。買うだろ、こんなん。購入、やったで、装備。もう、僕は五条悟を使う、絶対。あ、皆さん、クリエイターサポートね。ゼルフィーでね。はい。ZELLFI、ゼルフィーでね。決定をしてくださいね、これ。これ頼みますよ。で、そして、これで、伏黒バンドルも。はい、購入、やったぜ。いや、かっけえな、伏黒も見て。伏黒もめっちゃかっけえ。いや、いいっすね。まあ、とりあえず全部一体、一遍ね、一遍ちょっと買っちまおうぜ、じゃあ。一遍買っちまって。で、次、釘先のバラ、いいね、釘先も。釘先のバラ。いや、かわいい。え、結構ちゃんとしてる顔、今回。え、なんで、ミカサの時みたいにぶっ壊れてる気はしないわ。釘先もいいな。ピッケルピカピカハンマーにしよう。で、あとは、なんかあんのかな。これで全部か。これで全部と、あ、待って、あと見て。ここに呪術廻戦のマークがあって、で、あ、アップグレードしよう、これ。購入を確定。いや、無料じゃないの、これな。あ、でも、あ、そっか。これ買うともらえるのか、一旦。はいはいはい。やったぜ。で、あとはこれ、重力を貯めていくともらえると。まあ、このクエストの攻略動画はね、まあ、また後で出そうと思うので、皆さんね、もしよければチャンネル登録して通知をね、オンにしといてください。ってことで、まあ、スキンね、詳しく見ていきましょう。うわ、かっけ、かっけえ、五条悟。で、うわ、スタイルチェンジもあるよ、これ。スタイルチェンジで、うわ、超かっけえ、イケメンすぎん、これ。この横、こっちしてはなんか微妙やけど、こっちめっちゃかっけえわ。いや、でもちょっと、今、せっかくだから、こっち使うか。ピッケルも、これ使って、でさ、待って、他にスタイルないの、これ。あ、これはないのか。あ、他の人はスタイルチェンジないんだ。五条悟だけか。まあ、そうだよな。さすがに五条さんは必要だよな。で、グライダーなかったっけ。あ、グライダーないのか。まあ、じゃあ、ちょっと行きますか、これで。おお、ご、お、イタドリいる。へい、イタドリ。イタドリー。よ。よ、イタドリ。いや、ピコピコハンマーも。ピコピコハンマーも。いや、ピコピコハンマー、五条先生持ってんのいいな、なんか。色合いが好き。これあれか、ちょっと画質落としすか、ちょっと重そうだから一旦。どうしようかな、どこ降りようかな。なんか変わってる、ここ。いや、気のせいか。でもなんか変わってるとしたら、なんかあれ、ここって僕行ったことなかったっけ？あれ？僕、ここ行ったことなかったっけ？なんか黒塗りになってるけど、まあね、ここら辺行ってみるよ。なんかトレーラーとか的に、うわ、五条先生かっけえな。後ろ姿かっこよくない、これ。めちゃめちゃ後ろ姿かっこいいんだけど、これ五条先生の、え、マジで、なんかアニメスキンの中で結構ガチでリアルに一番なんかこの後ろ姿好きかもしれん。なんか効果中の、え、いいやん、いいやん、これ。もうなんかしばらく楽しめそうだわ、これ五条先生の後ろ姿で。あれ、なんだろう、ラマはいろんなところにいるの、これ。探した方が、探しながら降りた方がよかった、これ。どうだろう、どこいるんだろう。なんか全然わかんないわ、ラマとかがどこにいるかとか。え、全然わからんな。やっぱすごい変なとこ降りちゃったわ。とりあえずこの武器取るか。五条先生がこのピコピカハンマー持ってるのおもろいな。よし、行きましょう。落ちてたりすんのかな、宝箱からも出んの、あれって。それかも、いつもみたいになんか、うわ、痛い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 。いいね、釘先も、釘先もいいな、可愛いな。あ、釘先可愛いわ。釘先のスキンも普通にいいね、これ。なんか音がなんか鳴ってる気がする、これ。気のせいか、なんかポカーンって音鳴ってたけど。あ、ほら、これすごい、なんかポカーンって音鳴るわ。まあ多分どこ降りても出るから、まあ適当に降りるか。じゃあ落ちてないかな、どっかに。釘先ちゃんのやつ、とりあえず。え、なんかいるくね、敵。痛い。やばいやばいやばい、紛れ、危ねえ。なんかこの中にも敵いた気がするんだけど。気のせい、今のやつ、今のやつか。びっくりした。来い、釘崎ちゃんの。来ないね、これは。来い、出ないか。おお、お前絶対ゴースティングやん。お前絶対さ、配信見てんだろ。やばいやばいやばい、やばい、痛い痛い痛い。
やばいやばい、痛い痛い、ちょっと焦った、びっくりした。お前めっちゃ焦るからやめてくれよ。シールド悪い。はいはい、やっていく。あ、いるわ、本当だ、ラマいる、ラマいる、ラマいる。ちょっと待って、このラマ取り行きたい。バイクで、バイクで行こう。これ盗んだバイクで走り出す。なんかあそこで戦ってんだよな。本当だ、ラマいるわ。待って、これラマ行きたい、取りに行くぜー。ラマまで一直進、レッツゴー。もうラマの姿だけでもいいから見させてくれ。レッツゴー。うまい、マジか。ラマの元まで、ラマなくなったって、ラマなくなったって。え、何、なんかすぐ落とした気がするんだけど。え、ラマどこだ、なくなったって。ラマ、おいおいおい、ラマ消えたんだが、早く僕も使いたいのに。あ、待って、もうなんでそっちに出んの、なんで僕が行ったところと逆方向にラマ来んの。もう玉乗りしよう。ラマ取ってるやつを、いたいたいた、いるよ。あ、え、なんかめっちゃ撃ってない。でもやばい、いって、やばいやばい、ちょっと待って、影で見えない、影で見えない、ちょ、影で見えないからやめて。やばい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 、影で見えない、危ねえ、やばいやばい。え、なんか挙式紫が今いた。待って、挙式紫が今いたっておかしいな、なんか日本語。あ、あるあるある、なんかある。あ、待って、これもらう、これもらう、とりあえずこれもらう、 とりあえずお前これもらいい。はい、これ僕の。何これ、釘じゃん、釘崎ちゃんの呪霊操術。これ使ってみるよ、あそこにいるやつに。はい、おお、え、割と使えないこれ、やばいやばい。これどこいんの、どこら辺いんの、こいつに使ってみたいな、ちょっと。うわー、無理か。あ、でも結構使いきるかもしれん、割と。あ、でもしかもこれ、回復すんのこれ。結構ずっと使える感じ？はい。はい。はい。え、まあまあ強くない？なんか。破壊力は。危ない危ない危ない。何より、おお、死んじまった。やばいやばいやばい。はぁ？あ、ほらほらほら。あ、音やっぱしたわ。あ、やった、めっちゃ近くに落ちてきてくれた。とりあえずじゃあこれ、おお、すごい、めっちゃ呪力まとっとるやんこれなんかもう少し武器なきゃ。あ、待って、動いちゃったこれ、もしかして。あ、やっぱバレた。あ、弾も落としてくれ、ナイス。あ、普通のラマと一緒なんだ、割と。なんか普通のラマと、あ、え、何、なんか落としたよ。あ、まずいまずいまずい。え、なんかそう、呪力まとったものを落としてくれる、ほら。あ、めデカボも、呪力まとったデカボとかも落としてくれる。お前らは邪魔だ。おお、出てきた。これで2つとも出てくるのに。うわ、もうお前ら邪魔だって、お前らガチで邪魔。おい、くらえ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 、ちょ、バカバカバカ、お前、おい、バカ野郎、おい、ちょ、バカバカバカ、おい、ガチうざい、こいつ、こいつガチうざい、こいつガチうざい、こいつ、こいつ、いやー、お前バカ野郎、マジでうざい、こいつ。なんかプレイヤーがいるところにさ、あー、釘崎のか、なんか、おー、ワンチャンこれ挙式紫じゃねえとか思ったら全然違ったわ。よかった、グラップルグローバル、これで逃げれたりしますね。やばい、逃げて逃げてる。あ、動くな動くな、おい、貴様、貴様動くんじゃねえ。はい、お、70、あ、結構入るな、なんか思ったより入るな、ダメージ。待って待って、また死ぬ、危ねえ、ちょっと待って、もう今度こそ逃がさねえからな、お前のこと。ちょ、弾よこせ弾。え、これどっか飛んでいく、これ普通のラマと一緒で。ちょ、怖いからもう早く倒そう。どっか飛ばれたらもう困りますからね、これ。はい、ドーン、来た、やっとだ、やっと挙式紫使える。挙式、あ、3つあるんだこれ。で、ダメージとか分かんないわ。順天と反転の無限を衝突、生成された、仮想の質量を対象に押し出す。いや、いいっすね。じゃあ行きましょうか、使いましょうか。どうしよう、なんかボスとかに使いたいな。多分もうこのアンチ終わったらちょうどさ、ここら辺にボス出てくるから、それに使ってみるか。一発撃つか、ちょ、一発ここで撃ってみよう。いきます、おお、かっこよ、
おいおい、橋邪魔や。え、すげえ、めっちゃ破壊してる。やばい、めっちゃ強いよ、多分これ。めちゃめちゃ強いぞ。めっちゃかっこいいし、めっちゃ、めちゃめちゃ、うわ、落ちるな、そこに。うわ。じゃあ、使ってみますか、反転術式じゃねえわ。強式紫。いきます、強式紫。あはあはあ、おー、割と当たるな。割と当たってないな。うん、思ったより当たってないな、なんか。うん、いや、待って待って、全然なんかこの釘の方が実用性はあるのかもしれない。なんかまあでもな、どうなんだろう、もっとうまく当てれれば当てれるのかな。使うか、もう一回。はっ、何これ。使いながら後ろ下がれるんだけど。おお、使いながらなんか後ろ下がれたよ、よくわかんないけど。おお、わあ、でもめっちゃかっこよかったわ。まあ、ということで、まあ、呪術廻戦コラボで、まあ、追加されたのは、まあ、こんな感じですね、ということで。いや、えぐいね、これ。ね、なんか思ったよりは入んなかったけど、まあ、弱くはないよね。しかもかっこいいしね、普通に。エフェクトがかっこいい。うん。あと、資材もらえるのでかいよね、これ。はい、まあ、そんな感じですかね。さあ、ということでね、まあ、呪術廻戦コラボのね、まあ、情報をいろいろとね、まあ、お伝えしていきたいと思うんですけど、見てください。呪いを救えクエストで、まあ、こんな感じでね、無料報酬があります。で、もう残念なお知らせなんですけど、これね、虎杖がね、無料だと思ってたんですけど、やっぱ1000円払わなきゃもらえないらしいですね。もう誰だよ、無料とか言ったやつ、僕ずっと信じてたわ、それ。でもよかった、僕マジで。100% 無料とか言ってなくてね。まあ、ただ上の報酬は無料で、このね、グライダーのこのヌエとか無料だから、これ絶対もらった方がいいよ、これ。このグライダー。で、イタドリなんかね、もう一個のスタイルあるらしいね。はい、この、なんか、私服スタイルがあるらしくて、エモートとかも結構無料でもらえたりするから、まあ、これはガチでね、もらった方がいいと思います。で、あとこれね、呪術廻戦カップが、まあ、開催されるらしくて、まあ、この呪術廻戦カップは、まあ、なんかランキングの上位ね、25% に入ると、まあ、なんてね、まあ、なんかもらえるらしい。何がもらえるのこれ。ゲーム内エモートアイコン、オリコーナ、これかな？これかな？これが多分もらえるんだと思う。このエモートアイコンがもらえるんだと思います。で、まあ、8ポイント獲得すれば、このスプレーがもらえて、で、五条先生は、撃破ポイント3キルすると、多分この五条先生の、目出してるね、エモ太鼓もらえますよ、と。で、あと新しいスキン、ね、呪術廻戦のやつ以外にもこんな感じで、追加されてて、はい、可愛いですね。で、あとこれね、はい、これも可愛らしい。はい、これなんで夏に出さなかったのっていう感じなんですけどね。で、これあれかな、次のシーズンのスターターパックらしいですね、このスキンたちは。はい、なんで次のシーズンね、楽しみに待っておきましょうってのと、これがね、FNCS バンドルですね。はい、これも素晴らしく、かっこいいでございますよ、と。で、新しいショップの背景、わかんないけど、なんか、これが混ざった感じになるんだと思う。多分ね。で、なんかよくわかんないけど、虹がマップ上にできるらしい。これよくわからん、本当に。レインボーロイヤルが、なんか来るみたいなの書いてあるけど、よくわからん。で、あとなんかマップにね、なんかほら、よくわかんない、この、なんか光が出てるらしくて、で、そこの、なんだ、その光の正体かなんかわかんないけど、このなんか顕微鏡がなんか完成してて、前作りかけだったんだけど、まあ、これも完成してますよっていうね、そんな感じですね。で、ちょっと挙式紫、まあもう実際に使ってるのかもしれないんですけど、一応見ていきましょうか、これ。ね、使用しているの。はい、これ、挙式紫。まずこのね、赤と青をくっつけて、うーんして、ドカーンってね、はい、攻撃するわけですよ。いや、かっけえよ、これ。もうこれ、本当に破壊力やばいっすよ。あと、今回ね、追加された全部のエモートが、まあ、こんな感じですね。はい、見てください、これ。ビッグファンですね。はい、これ。まあ、でっかいセンスですね。で、次これ。これ、あれかな、イタドリの1000円のバトルパス買うともらえるやつですね。はい。あと、クエスト重力貯めると。で、これね、式神ですね。犬？なんていうの、なんだっけ、この式神の名前。で、これ、ゾウですね。これもなんで名前だったっけな、覚えてないわ。で、これカエルのね、はい、しがみっていうね、はい、こんな感じで、まあね、エモートも、追加されてますよっていう感じでね、多分もうこの前に実際に使ってるかもしれないんですけどね、皆さんも呪術廻戦コラボ楽しみましょうということで、呪術廻戦コラボ楽しみやってきたらチャンネル登録して通知にして、高評価押してくるなということで、またね、いっぱい呪術廻戦の動画あげるんで通知にしときゃ。じゃあ、バイバイ。